方に彼女をとやかく言う権利はありませんわ。ジャッジメントですの。白井さん、暴行傷害の現行犯で拘束します。何かと思えばガキが一匹増えただけじゃねえか。お気をつけ遊ばせ。ただでさえ無駄足が続いた挙句、ようやくたどり着いた取引現場で友達が暴行されていたのですから。何言ってんだ。今日の黒子は危ないですのよ。面白い能力だな。テレポートってやつか。初めて見たぜ。人ごとのようにおっしゃいますけど、次はあなたの番ですのよ。俺たちはよ、レベルアッパー手に入れる前はお前たちジャッジメントにビクビクしてたんだ。だからでけえ力が手に入ったらお前らをギタンギタンにしてやりてえと思っていたんだぜ。まあ結局帰り討ちに。消えた。後ろから私の方が回り込むように飛んだはずなのに。仕方ありません、体内に直接外した。なんで予想と違うところにヒットするのか見極めますの。やはり予想とは違う方向から。いい感触だったぜ。あばらの2、3本もいったかな。何やってんだ。まさかもうテレポートできねえってんじゃねえだろうな。こっちはまだ遊び足りねえんだ。次は鬼ごっこか。いいぜ。ただしこの廃ビルの外へ逃げたら、外のデブと女を殺す。取り壊し予定だけあって隠れるところは何にもありませんのね。足音は聞こえない。まだ1階にいると思っていますのね。見つけた。この廃ビルは俺たちのたまり場の一つで、中のことは隅々まで知ってるのよ。それによく響く。だから音がよく響くんだって。せいぜい逃げ回って体力を使いな。飛べなくなった時がてめえの最後だ。かわいそうだな。自分がどんな能力にやられたのかもわからないまま死んでいくのか。わかっていますわ。あなたの能力はただの目くらまし。自分の周囲の光をねじ曲げるだけですの。気づいてたのか。足がありえない角度で曲がる。投げたものが不自然な軌道を描く。つまり光を曲げて誤った位置に像を結ばせる。本体の横に焦点を結ばせ、方向感覚を狂わせたのですね。だから投げたものの軌道が曲がった。
トリックアートってんだけどな。けどよ、だからっててめえに何ができる。自分の目しか頼ることはできないだろうが。確かにあなたに当てることはできませんか。ああ、何がしてんだ。私のテレポートは移動する物体が移動先の物体を押しのけて転移しますの。ご覧のように窓ガラスで鉄筋コンクリートの柱を切断することもできますのよ。これが最後通告です。武器を捨てて投降なさい。拒否したら安全は保証できませんわよ。投降？笑わせんな。追い詰められてんのはてめえだろう。できればやりたくありませんでしたが、そうおっしゃるのなら仕方ありません。覚悟なさい。あなたのその小賢しい目くらま仕事、叩き潰して差し上げますわ。何やってんだよ。ビルを支える柱が全部切断されたらどうなるか。お分かりですわよね。まさかビルごと。少々やりすぎてしまった感はありますが、もともと取り壊す予定だったようですし。